上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら西内ホテルタルトというタルトの、あ、ちょっと待ってくださいね、リュクスポワールというものを食べたいと思います。これね、6号サイズということらしいんですけど、結構大きいですね。ではどんな風なのかな。こんな、おお、なんか洋梨がいっぱい乗ってますね。これは結構重いぞ。ではもうこのままいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。美味しくはあるんだけど、なんか思ってたのと違うなーっていうのが否めないね、これ。タルト生地は自分はサクサクの方が好きだから、まあケーキしっとりしているのも美味しくはありますし、ケーキの生地のような味わいもあるんですけど、タルトとは違うかな。あとせっかくの余梨も、ボリュームは確かにあったのですが、タルト生地が自分の好きなサクサク系ではなくしっとり系で、中にドライフルーツが入ってて、タルトというよりはケーキに生地に近い印象でしたね。で、上の方の洋梨も確かに食感はあり、あ、シャクシャキシャキシャキとしていたのですが、ちょっと薄くて存在感があまり感じられなかったので、ちょっと全体的に見て残念なイメージありましたね。まあ美味しくはあるのですが、次は別の味で食べてみたいかな。この味はちょっとリピートすることはないかなというような印象です。なのでこのリュックスホテルタルトはこちら3点とさせていただきます。もうちょっとフルーツ感じた方ですね。それでは猫の恋後悔するかな話してもいい、きっとおそらく気まぐれな恋でしょうからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。